卓球世界選手権男子団体準々決勝日本 0-3 中国22日韓国釜山21日にパリ五輪出場権を獲得した卓球男子日本代表は準々決勝で世界ランク1位の中国と対戦。0対3のストレートで敗れ準決勝に進めず、世界選手権でのメダル獲得はならなかった。相手の中国は世界ランク1位。世界選手権の団体戦も10連覇中。そんな最強国に世界ランク3位の日本は、張本智和、20、篠塚大登、20、松島輝弥、16、の3人が挑んだ。3位決定戦は行われないため、この試合に勝って準決勝に進出すればメダルが確定する日本。トップバッターには16歳の松島、世界ランク33位、が起用され、世界ランク1位の阪神と、27、と初めて対戦した。韓の強打にバックハンドで対応、世界ランク1位と互角に渡り合う。そして11から連続得点で見事逆転、第1ゲームを先取する。第2、第3ゲームもデュースまでもつれ込む接戦を演じた松島だが、あと一歩及ばず連取を許しゲームカウントは1から2と劣勢に立たされる。第4ゲームも6対11で落とし、日本は第1試合を失ってしまう。第2試合は、世界ランク9位のエース、張本が同2位の王祖金、23、と激突。第1ゲームは互いに点を取り合う攻防が続き、8対8の同点に。ここから張本がカウンターのバックハンドを決めるなど3連続得点で第1ゲームを奪う。しかし、以降は王の技術に張本が対応できない場面が目立つように。さらに張本のミスも増え3ゲームを連取され、ゲームカウント1対3で第2試合も落としてしまう。そして第3試合、世界ランク73位の篠塚が同3位の馬龍、35、に食らいつくが、第1ゲームを9対11で失うと、第2ゲームも取られゲームカウント0対2で迎えた第3ゲーム、篠塚が意地を見せる。6-7 から長いラリー戦を制し4連続得点をマークするなど逆転で奪う。ゲームカウント1対2で迎えた第4ゲーム、元世界王者相手に一歩も引かない打ち合いを見せ9-7とリードする。しかし、ここから馬龍に4連続得点を許し万事休す。1対3で篠塚は敗れた。この結果、マッチカウント0対3で日本は中国に屈し、準々決勝敗退。2大会連続のメダル獲得の夢はついえた。グループリーグ戦績、16日ナイジェリア、世界ランク18位の棄権により日本の不戦勝。17日日本3-0チェコ、同28位。18日日本3-1台湾、同9位。19日日本3-0マダガスカル、同42位。決勝トーナメント日程、21日日本3-0オーストリア、同32位。22日日本0-3中国、同1位。